かまゆくんのあつ、どうも、ヨです。かのし、どうも、伊藤です。はい、ちょっと大変な事件が起きてしまいました。ぬぬ、ニューカッセル新オーナーが誕生、そしてその新オーナーがバカ金持ち。なるほど、なんとも頭の悪いタイトルですけれどもまあちょっとプレイちゃんとしてね、この話は触れざるを得ないのかなということで急遽撮影しております概要を説明させていただきます。サウジアラビアのですね、サルマーン皇太子、こちらがイングランドの一部ニューカッセルの買収を目論んでいるんです。そしてこのサルマーン皇太子の総資産はなんと2600億ポンド、日本円で約36兆円、一気に金満クラブになる可能性もあると。一体どういうことだってばよちなみに言うと、日本一の資産家であるユニクロ社長の柳井氏でも約2兆円ということですね。まあ日本一ですら大体15倍18倍ぐらいがある。油ってすごいっすね。はいはい、はい、これについてちょっといろいろ語っていこうかなっていうふうに思うんですけれども、まああなたはシティファンじゃないですか。そうですね、いわば金満後輩なわけですよ。まあそうですね。はい、どう思いますか。いやいやいや、金満ね、なって食う飯はうまいと思いますなるほど。まあね、いつもね、日の目浴びなかった人がね、別に浴びてもいいんじゃないかと。ニューカッセル小豪だしね。そうだね、昔ね、強かったし、うん、シアラーとか、シアラーとかいい。まあその時からしたら、まあだいぶ今はね、うん、あれだけども低迷しちゃってるけど、うん、でもまたね、こんなね、お金持ち来たらビッグシックスどころか一強になったって、ニューカッセルの要はまさに大ニューカッセル試合大笑いするかもしれないですよ、これ。やっぱそこ反対とかはしないの、なんかどうかなみたいな。いや、もう強いチームが増える分にはおもろいんじゃね。ああ、余裕ですね。うん、いや、もうアーサルはもう非常に大丈夫だろう考えてみたら、アーサルがタイトル取れなくなったのはチェルシーが金満クラブになったからと。まあそうですね。そうですね、そしてシティが金満クラブになり、はい、まあ、チェルシー、シティにですね、まあ、アシュリー・コールだったり、あ、ナスリだったり、さまざまな名選手をね、輩出しています。ニューカッセルまでね、こうなったらもうちょっとアーサルがたまったもんじゃないなっていう風に僕としては思いますね。まあ強くなるっていうのはもう一ファンとしては盛り上がるのかもしれないですけれども、グーナー目線から言ったらもう本当に金満大概にせえよと。なるほど、という風には思います。まあ草刈り場になるだけですから、本当にまあでもね、もうじゃこれはまあざっくり最初のね、入りとして、はい、まずこのサンマクシマンじゃなくて、サンマクシマンを入手、サルマン皇太子のこの2300万ポンド、はい、この総資産ってどんだけすごいのと、はい、まあ、今柳井さんとね、柳井氏と、まあ、比較したんですけれども、じゃあオーナー同士で比較してみようっていう、うん、なってくると、これがまたおったまげと、うん、今のところまあ現時点で1位はシティだったと。マンスール、まあそうですね、マンスールが大体230億ポンド、まあマンスルですら割と頭一つ抜けてる。はい、うん、頭一つ抜けてます、うん、2位がマブラーさんですね、うん、なんですけれども、それの10倍、うん、シティの10倍デブライネ10人雇えてしまうということですよね雇えてしまうんですか。まあ、あれシティは10倍強いってことですかどういうことですか。もう感想しませんもういないでしょその選手いや、これはちょっとおったわけですよ。いや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 、でもね、まあシティですら、まあ、FFP にね、うん、まあ、引っかかってるってことがあって、近年やっぱね、こういう強くなり方は、うん、どうなんだろうね。いろんなファンから嫌われますね、こういう強くなり方なんですね、まあ、そうですね。でもまあでも、うん、本当に強くなりきれるのかなって。ああ、金だけ持っても強くなれなかったチームもね、例えばマラガとかそうだったじゃない、うん、一時期お金あったんだけども結局何にもならなかったっていうのが思ったし、はい、ただこう本格参入してきたらやばいことになるんじゃないかということで、僕としては、うん、あの本当にシティの一件 FFP 問題を早々に解決しなきゃやべんじゃねえのっていう思うんですよ、うんうんうん、ここがナーナーで済んだらニューカッセルとんでもないことになります。まあそうですよね、うん、だからシティの一件で金使いすぎるとオーナーの力だけだとこうなるぞっていうふうにお灸を据えないと、はい、今後本当にもうプレミアリーグが本当にオイルリーグになりかねないと、もうすでにオイルリーグになりかけてるのに。まあそうですね。え、お前んとこのオーナーまだオイルじゃねえのみたいな。そういうような現状になりかねない。言っちゃえばもう本当に内紛になりかねない。いつか。まあ、そうですね。王子とものチームで戦うみたいな。なんとも悲しい、なるので、僕は本当にシティの一件をやっぱり早々に片付けるべきではないのかと。はい。いうふうに思ったりしますね。入荷数がどんぐらい強くなるのって話したけど、はい、実際に選手。はい、選手取るのかっていう候補がね、はい、上がってるんですよ。上がってます。1人目ですね。はい、
なんとおったまげ、グリーズマン。いやー、グリーズマン、このオーナーが正式に決まったら、はい、もう公約みたいなもので、はいはい、グリーズマン取るよ。おー、グリーズマン行くんすか、行くんすかね。なんかオーナーに、なんとも言えなんとも言えないですよ。でもグリーズマンだけじゃないですよ、うん、例えばベイルだったり、はい、サンチェスだったり、ケインだったり、はあ、そういった名だたる選手たち、サンチョとか、はあ、そういう選手もリストアップされてるんじゃないかと。本当にビールだね、やってることがね。本当にでもなんかそれじゃまだ強くならないから今からなんか CS ガチャでも引くぞビールで選手出てるから出てるかもしれないから。ねえ、そうそうたるメンツですよ。いや本当集まったらもうなんか本当タリーグのサポーターからしたら面白いのかもしれない、うん、だけどやっぱりプレミアサポからしたらちょっともう脅威でしかないですね。まあでもだから結果そういうところ見てもまあオーナー勝ってもまあ5年後くらいなんですかね。そうだね、5、6年はかかるだろうけども、これは本当にプレミアにおいて大問題なんじゃないかと。今後なんならこんだけ金あって毎年清水のように金使えるんだったらもう本当に、さらに市場価値というか選手の値段もバカ高くなっちゃうと。シティとかユナイテッドとかそういうね、あのお金持ちのアホたちによってね、今の移籍金たちは非常に上がってしまったっていうのがあったんですけど、さらに市場価値上がったら、まあライオラウハウハじゃん。ライオラがもうということでね、はい、急遽こういうふうに報じました、はい、この動画が上がってる頃にはね、こうもう正式発表されてるかもしれません。はあ、そしたらもうこれからのプレミアリーグは大波乱ですよ。本当にビッグシックスからビッグセブンになる、ないしビッグワンになる可能性を、アスラがもしかしたら落ちちゃうかもしれないしね、ビッグシックスから。元ビッグシックス。もうすでに片足突っ込んでる。やめとけということで、プレミアリーグ時代は盛り上がるんですけれども、はい、一アスラファン、まあ、一アスラファンから言わせてもらうと非常に複雑で。ただまあアスラは意外とね、こういうのと戦ってきたしね。まあそうですね。今に始まったことではない。乗り越えてきた歴史があるので、うんうん、まあなんとかなるんですけれども。お金に頼っていて、そして FFP に引っかかるシティさんがね、うん、こっからガッと下がる可能性がありますからね。まあどうなるか見てみようじゃないか。はい、ということでですね、今回は急遽ニューカッスルのね、はい、この大王子について語らせていただきました、はい、また続報が入ってるね、面白いニュースがあったらこういうのも緊急で取り上げてみようかなというふうに思います。はいはい、ということですね、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。 TikTok、Twitter、Instagram、概要欄からあります。はい、ということで次回の動画でお会いしましょう。バイ。I'm not the only one.